一応ウエストからウエストっていう、はい、今日はですね、まあ、前々からやるより言ってたミリタリーものの服を紹介するという動画で、渋谷のブラケッツというお店の飯田さんにご協力してもらって撮ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。すみません、忙しいところ。いい。ブラケッツさんは僕が浦和レッズ時代に住んでたマンションとお店がめちゃめちゃ距離が近かったんで、結構散歩しながら挨拶させていただいたり普通に服も買いに行ったりよくしてましたね。普通のご近所さん。ご近所さんいろんなね、あのミリタリーのものとか古着のことに関して教えてもらったり、面白いものが入った時に教えてもらったりっていうのがありましたね。最近あんまり行けてないですね。でもあれ何年前ぐらいでしょ。2021なんで2年、2年前ぐらい前まではいました。はい、早いっすね。早いっすね。うん、無骨な感じ、まず見た目もいいですし、まあ、色の感じも僕は好きですし、究極なところでやっぱり使われるから機能性とか生地の強さとかですかね。飯田さんはどんなあるんですか。あ、ミリタリー、そうですね、さっき大吾さんも言いましたけど本気なんで、作りが作り込みはちゃんとしっかりしてるし、まあ履きやすいし丈夫だし合わせやすいアイテムが多いと思いますけどね。うん、長く使えますし、ね、そうですね、まあ、あとまあいろいろ歴史の背景も面白いところもある。着るだけじゃなくて語れるっていう、うん、そうですね、これは何年代のみたいな。じゃあこれで進めてみますか。ズボンとかが多くて、これってリメイク、あの飯田さんのところでやってもらったやつですよね。それリメイクではなくて、あ、ポケットはもしかしたらうちでつけたかもしれないですけど、横のポケット横っすか。横ついてないっす。ついてないっすよね。それは、はい、イギリス軍の黒染め。はい、あ、染めてる。染めたわけじゃないですけど、多分当時誰かが染めたやつだったと思う。なるほど。はい、もともと色なんなんですか。もともとなんかベージュみたいな色ですね。これ紐ももともとのやつですか。それはもともとだと思います。これ結構可愛いっすよね。そうですね、オーバーパンツで。これ多分ブラケットさんで買ったやつです。多分うちだと思います。それはイギリス軍、イギリス40年代ぐらいですかね。もうオーバーパンツ。飯田さん結構ヨーロッパものが得意だと思うんですけど、結構アメリカものもあって、これもオーバーパンツですよね。そうっす、それもオーバーパンツ、アメリカ軍ですね。アメリカの、はい。これめちゃめちゃ生地軽くて極太なんですけど、すごい薄、生地薄いやつですね。はい、夏とかはいいから。夏ってあんまりこういう軍物って何が着ればいいのかなって。だったらこういう短パンもあるとあって、うん、トレーニングショーツですか。ネイビー、これはもうアメリカ軍ですね、うん、これ結構新しいですね。そんな古くはないですね、うん、でも履きやすいと思います、はい、これめっちゃいいっす。中にあのインナーもついてて、これニューバランスなんですね。ニューバランス、昔もパタゴニアが軍にね出してたり、軍がそのメーカーに頼んで作ってもらうみたいなのはありますね。あ、これ行くか。行っちゃうの。パンパン入る。出た。これも染めてんのかな。これ多分それも後染めだと思います。ですよ。はい。フランス軍だと思いますね。それもうちですかね。フランス軍。な気がする。そうっすよね、なんかそんな気がします。匂い的にもそんな感じするブラケッツ臭あるんですか。やっぱありますよね。ありますか。あとグルカ、おー、それもうちですね。ですね、はい、それちょっとベルトのデザイン変わってますよね。はい、うん、こういう多分元々サイドのバックルはないはずなんで、あ、これはつけてるの。多分誰かがつけたんだと思うんですよね。あと本当はこっちにこう抜けるじゃないですか。そうです、こういう感じになるんですか。それもこれちょっと切られてます多分。そうですね、で履きやすくしたのかもしれないですね。そうですね、これイギリス軍ですね。イギリス軍グルカっていうやつですね。グルカのモディファイですかね、まあ、ちょっと変形モディファイ、はい、これもブラケットさんです。ああ、それそうですね、それはイギリスロイヤルエアフォースですか、ね、空軍、うん、うん、これいいですよね。そうです、これもウエストは紐で、紐はうちでつけたやつですね。あ、そうなんですか。そうです、そうです、もともとじゃないんですけど。もともとこれどうやって着るんですか。めちゃくちゃ太いですけど。まあそれもやっぱオーバーパンツなんで、本当なんかこうサスペンダーみたいなのがつくんですよね。うん、本当はつってこうオーバーオールみたいな感じで履くパンツで、はいはい、で下のなんかね、このポケット、ポケットが多分こうしゃがんだ時にこうなんていうんですか、使いやすいようにその位置に。ポケットが座ると膝の位置がちょうど手入るじゃないですか。
こうやってまあ飛行機乗ってる時ってことですか？そうですよ。手入れやすいように多分その下の位置に。かなりこれ下にあって。そうなんですよ。すねみたいなところのソケットがある。座るとちょうど。そういう機能的に考えられてるやつってことですね。パンツが多いですね。パンツめちゃめちゃ多いですね。パンツどんどん行きましょう。West。West。これブラケッツさんで買ったわけじゃないけど、47ス。47ス。フランス。まあ名作っすか。これも値段めちゃ上がってますもんね。上がりましたね。当時いくらぐらい買ったんですか。今どんくらいですか。チーとかだと3万いかないぐらいですけど。1万台とかだったんですかね。まあ多分昔はそれぐらいの時もありましたよね。群馬の投資成功してませんじゃん。売ろうと思ったらまあ安いだろう。あとこれがまたそれのレアバージョンですね。そうそう、これブラケットさんで。それうちで買っていただいた。ここがねチャックになってる。おお、かっこいい。パラトゥルーパー空挺部隊だと思う。パラシュート部隊の人が多分着てたやつ。一応形は同じなんですか。同じような感じなんですけど、ちょっとポケットのスナップボタンが変わったり、うん、そこですね、はい。あとこのポケットがジップついてたりっていう。はい、ここ。パラシュートパンツって何が違うんですか、普通の。まあ用途が違うんでデザインが違う。スナップボタンみたいなの多いですね。こういうなんていうんですか、パチンみたいな。ああ、へえ。すぐ外せたり、うん、一瞬のもたつきが命取りになるからね。かっけえな理由。これまあアメリカだけど6号、うん、これもよく履いてます。やっぱアメリカ軍は履きやすいんですか、大吾さん的に。結構形が好きだったりします、ね、うん、太いのが結構好きってことですか。あ、太いの、そうですね。あ、そうなんだ。ちょっと武骨な感じ、ね、武骨な感じ。これは本当に気に入ってます。下が紐で絞れたり。これも軍物ですか。これブラケットさんかもしれない。これなんすかね、うちかな。ストロングウェア、ワークウェアじゃないですか。軍物ではないかも。うん、もしかしたら。じゃあ違ったということで。はい、これも使います。ウエスト、ウエスト。うわ、それはフランス軍のモーターサイクルですか。モーターサイクル部隊、うん、バイクですね。これめっちゃかっこいいっすよね。これね、めちゃくちゃ生地硬くて。まだ硬いっすか。まだ硬いっす。そんなに履けてないんで、履いてるとなんかまた擦れてきます。この辺とか痛いっす。はい。まあデッドとかこういう状態で生地硬いキャンバスとかだと結構またずれはします。だいぶ痛いっすよ。鳴らしたらすげえやれたらいい感じになりますよね。いい感じですよね、多分そうなんですよ。もう一個これじゃない。お、あ、そうっすね。それも同じモーターサイクルですよね。はい、二重になってんすか、そのセーラーみたいな。この股のところちゃんとこう、あのバイクのタワー、バイクで擦れる。あ、でここもあれか、開いて。そうです、セーラーっぽい感じになってて。こういう、なんだこれ。これって何のスペースなんですかね、これ外したところ。何用なんすかね。なんか入れとくの。いや、入れるわけではないと思うんですね。でもなんかセーラーパンツとかってなんかこの守ってるのってどういう理由なんですか。あれはでも多分すぐ脱げるって意味だと思うんですよ。いちいちこう脱ぐときに、あ、わしゃわしゃわしとしないでだと思うんで、ね、これもね、またずれは痛いっすね。状態がいいからこその悩みっすね、うんうん、そうっすね。デッドストックってやつですか。そうっすね、これとか多分そうっすね。そっちはデッドですよね、多分。はい、これだいぶ綺麗です。スウェーデン、ドイツです。ドイツ、多分それもうちかもしれないですね。ですね、はい、そうっすよね。だいぶ買ってますね。え、浦和の時に出会ったっすか、お店には。そうっす、そうっす。でも1年でそんな買ってんすね、じゃあ。そうっすね。これちょっと色がね、普通と違って、なんかこう。そうなんですよ、ちょっと珍しい色味してて、多分生地もちょっと変わってたと思うんですよね。ピケっぽいというか。そうですね、なんかスウェットみたいな若干。あ、そうなんだ。もともとこういう色なんですか。もともとですね、もともと。で、このなんかアジャスターみたいなゴムがついて、なんかベルトするのやっぱり煩わしいんで、こういうの着るものがあっていいな。確かに。これは多分イタリア軍じゃないですかね。イタリアっすね。イタリア軍、それも多分空軍だったと思うんですけど。結構薄い。結構夏向きなやつですね。まあ、でもちょっと最近の夏はこれでも履きたくないですね。それも色いいですね。これもちょっとね、グレーで、うん、変わった、あんまアメリカにない色ですよね。うん、これドイツですかね。それドイツだと思います。東ドイツか。うわ、この多分ミリタリーです、
東ドイツのものの方がなんか堅苦しいっていうか、なんていうんですかね、なんか結局共産主義なんです。はいはいはい。ちょっとそのイメージが、イメージの通りの凝縮されてるような多いイメージはあります。これなんすか？それはなんですか？ここなんかゴム引きみたいになってるんですよ。ゴム。これはでもミリトリなのかな？え、違うの？急に GU とか出るけど。あ、これか。あー、なんだろう、わかんないな。あ、でもあれっすね、ドイツの分度みたいな。あー、じゃあドイツ軍ですかね。これあれっす、確かミリタリアさんが札幌で、あー、ポップアップやった時にですか。やってたじゃないですか、はいはい、その時に見てる。あー、じゃあまあ軍門っすね、多分。かっこいいっすけどね。ドイツズボンだけで終わっちゃうよ。